いたいた。おっしゃ。おっしゃ、食った。でっか、重い。おはようございます。リスタイルフィールドスタッフの井上正雄です。今回、まあ、ここ七色ダムなんですけど、クリアウォーターで、まあ、僕が普段ビローラ 2.8 で使ってる、まあ、使い方、まあ、ホバストなり IG なりっていうのをちょっといろいろ解説していきたいと思います。大俣川の今中流ですね。でとりあえず僕も久々のちょっと七色なんで、とりあえずはビローラの IG からちょっと探っていきたいと思います。もしかもうオフセットの重みだけで尻尾がテールがずっとピリ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 って、これはもうビローラの一番いいところですね。このビローラの IG って基本はもうただ巻き、もうキャストして、でずっと一定速度で、あんまりスピードをこう上げすぎちゃうとビローラがこうもう横にちょっとロールしてしまうんで、ゆっくりゆっくり IG で引いてくる、一定速度で、それが一番の肝ですね。おっと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 、チャル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 、ゴッシャ、来た来た来た、うお、イエーイ、ビローラ IG がっぷり。今ちょうど釣ったのがもうその垂直の岩盤なんですけど、もうここが浅くなってて、ちょうどパッて見たら何本か回遊してて、ピューって回遊してたんで、あっちの岸際にピッて投げて、でゆっくり巻いたらもうみんなビューンっていってドーンって食った感じですね。もうこのビローラのテールの威力っす。でこのオープンのところとか立ち木とかは、沖の立ち木とかは IG でやるんですけど、こういうブッシュとかこういう系のとこはちょっとホバスト沈めてあげて、でゆっくりホバスト、もできるだけ自分の方へ来ないように、ずっとホバリングさす感じですね。でワームが見えるか見えないかぐらいのところを引いてくる。やっぱ何やろ、 IG で引いてる、 IG するときはこういうクリア系の色の方が結構反応いいんですけど、そのホバストしてる時ってやっぱどうしても深いところに沈めるんで、やっぱ見やすいから、やっぱチャート系とかピンクとか白とかそういう系でやる方が一番いいですね。そうそう、もう自分がただ見やすいだけですね。もうそれだけです。
もうそんな変わらないです。逆にまあホバストはまあまあ年中ずっといけるんですけど、一番やっぱりいいシーズンが冬ですね。まあ愛知はもう困ったら愛知、僕はそのまあ初フィールドとかでもそうなんですけど、何やっていいかわからんとか魚ちょっと探したいなっていう時はもうとりあえずこれ投げてたら大体わかるっすね。おっしゃ来たーと思ったら、かわいい、かわいい、すんごいところからすっ飛んできた。かわいすぎるけど2本目はい、愛知で、使用してるタックルが、6点の LS って言って、まあ、ちょっと長くてで先がソリッドで、まあなぜ長いのを使うかっていうと、まあ、飛距離出すために使ってます。でまあリールは2500番のノーマルギアで、であとラインはフロロの3ポンドから4ぐらいまでいきます。あんまり太くしちゃうとちょっと操作しにくいかなっていう、まあ大体僕は3から4を使います。はい、ビローラのフックセッティングなんですけど、まずここにカップ口あって、このちょうど上ここですね、ここにそうちょっとだけ上なんですよ、ここにグサッと刺して、でこの丸のちょっと下の方に抜く感じで抜いてもらって、で この時大事なんですけど、ちょっとずれちゃうとすごく愛知してる時にこうビロ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 なるんで、こう見てまっすぐになってるかどうかで、フックサイズは、オフセットの1番、これがベストです。いっぱい来てる。でっかいでかいでかいでかいな、面白いですよ。うわ、もう一発でかいの来た。食え。いやいや、賢すぎるでしょ賢すぎるでしょ。追いかけてきたらもうずっと一定ですね。もう一定速度が一番いいです。速くとかでもなく、もうずっと一定ですね。なんかなんていうの、こう動きがこうバランスギュッて崩れたらもうすぐ見切ってしまうですね。小さい方が食った。よいしょ、かわいい
しゃ釣った。うわっほい。いやビローライジやばい。あともう一つよく使用するのがこのビローラのホバスト。ホバストはまあ基本中層なイメージで使うんですけど、このビローラのこの中空でまあエア入ってるんですけど、まあこれのおかげでもあってすごくホバストに向いてるんですよ。でアクション的にはまあキャストして沈めて、このたるんでるラインスラックをこうなんていうの、直でダイレクトにこうアクションするんじゃなくて、このほぼラインだけをこう動かしてる感じ、このラインの出た分のこのスラックを動かすようなイメージで、で巻きスピードももうゆっくりこんな感じですね。ホバストで使用しているタックルなんですけど、61の UL プラス S って言って、まあ先がソリッドで、でまあ先にマーカーもついてるんで、結構深いところでやっててもまあ見やすいんですけど、でまあリール2500番のノーマルギア、ハイギアでもやってる人いてるんですけど、まあ、ノーマルギアの方がキャストしてもうその一定のところでゆっくりできるんで、僕はノーマルギアを使ってます。で、まあ、ラインはもう基本ほぼほぼ3ポンドで、ビローラの、ホバストセッティングのご紹介をします。まず、これは流儀の、ホバーショット、まあ、ホバスト専用の服なんですけど、ホバーショットの2番です。だいたいあの IG の場合はこのこっから刺してたんですけど、この真ん中から刺してたんですけど、ホバストの場合この目と目の間のここっすね、このちょうど頭の真上っていうんですかねに刺します。で薄出ししてもらって、こういう感じで抜きます。でこれをこの薄出しじゃなくてこう大きく刺しちゃうとロールがしにくくなるんですよね。でやっぱロールする方がいいんで、薄く刺してもらってこういう感じですね。ネイル進化なんですけど、まあ0.3 から、まあ、0.6、0.9 ぐらいまでかな。でこの口のちょっと下の方、こういう感じでプシュッとこういう感じですね。これがビローラ 2.8 のホバストセッティング。まあここは、池原ダムなんですけど、前期筋のバックウォーターです。もう青こまみれ、もう流れてきてる水はだいぶ綺麗なんで、こういうちょっとカレント効いた場所、流れのある場所でちょっと IG するとなんかちょっとやりにくいんですよ。
流されてしまって、だからホバストの方がやりやすいですね。ちょっと気持ちボトムへ沈めてあげて、いっぱい上がってきてる、いっぱい上がってきてる、いっぱい上がってきてる。おお、いた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 。マジかよ。おっしゃ、食った。イローラホバスト。おお。よいしょ。あ、ポロって取れた。今さっき、釣れたのがこのちょうど青子との濁りの境目で、まあ下流からどん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 バスが上がってきてて、でちょうどちょっと濁りの境目のちょっと上らへんにキャストして、でこれをボトム付近でネチ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 ずっとしてたら、こっちから来てるやつが反応してプイって見切ったんですけど、また上流から下ってきたバスが猛突進してきてバコーンって食った感じですね。おっしゃ、食った。でカラーもチャートフィッシュっていうカラーなんですけど、ナチュラルなワームの方がなんか食いそうなイメージあるんですけど、まあ、魚も別にそこまでこのカラーに気にしない感じで、で、まあ、人間もむちゃくちゃ見やすいんですよ。だから、まあ、ホバストでするときはもうこのチャートフィッシュ、もうこのカラーはもうホバストにはすごくおすすめです。おっしゃ、食った。うわ、めちゃくちゃ引く。これはやばい。なんだこいつ、なんだこいつ、止まれへん、マジで。おっしゃー、うお、でかい。ブルートレック、61UL プラス S。 いやー、このロッドマジでホバストにすごく向いてます。操作しやすいし、もう今みたいにガンガン走られてももう全然寄せてこれます。はい、白川筋最上流、おお、しゃくった。あ、バレた。
いや、まだ反応してるな。まだ食うかも。よっしゃ、食った。よし、でかいでかい。やばいやばい、あーやばいやばい、ラインがでかいよこれ。止まらん、止まってくれ。よっしゃー、でかい。おー、これはいったでしょう。おー、取れた。よっしゃー。いやー、ビローラマジでやばい。すごすぎ。一回食ってまた食い直して、いや、すごい。ロックあるかな。お、ジャスト、ジャスト60。ありがとう、2回も食ってくれてありがとう。いや、2回、1回食ってバレて、でももう1回食って、いや、ちょっと自分でも鳥肌す。はい、お疲れ様です。いや、最後にビローラホワストで60。いや、最近、ここ最近ね、やっぱりちょっとプレッシャーも高くて厳しい状況続いてたんですけど、今日は40アップも含めて結構釣れました。最高です。皆さんも、池原七色来られるときはぜひ、ビローラ 2.8 使ってみてください。ありがとうございました。